じゃあ、ズンビ村に、潜入していきたいと思います。ズンビ村行った先に川があるんで、その川で、今夏ということで、バーベキューですね。バーベキューって言っても、さっき言ったもう納豆ご飯食べたばっかりなんで、ただ鶏の鶏ももののみのバーベキューとなりますが、このまま湧き入って、いけるかな、ここ。最近クマが多いって聞くんで、不安ですけど、まあ大丈夫です。ことない。確か。はい。とっておきの場所に来ました。ちょっとテンションが上がりますね。やっぱり。ここはまあ、なんだろう。川のあれで、今の時期だとまだ虫も少ないので、もう川遊びするにはもってこいの場所ですね。しかも浅いので安全だし、とこっちの方にが高台になってるんで、万が一増水した時はそっちの方に上がっていけば大丈夫っていう感じじゃない。とりあえずね、とりあえずじゃあ燃やす木を集めましょうか。ライターしか持ってきてないけど、まあ多分なんとかなるけど、適当にじゃあ木集めますね。食材も持ってきてるんで、ここでまあ 2,3 時間暇つぶししましょう。で、ちょっと近くでなんか工事してるんで、すごい音してますけど。まずじゃあちょっと木集めします。この辺木とかもいっぱいあるんで、いいんですけど、まあめんどくさいんで、ライターでつけて、木を大きくしていた。それが簡単ですね。ね、割り箸とかが本当は一番いいんですけどね。使い古した割り箸に直接ライターとかで火つけて、で、あとはだんだん木を大きくして被せていくっていうね。って感じで、やっていきたいと思います。結構、木は集まりました。で、あとは、適当に刻んで火をつけます。で、ちょっと、カメラ固定するあれがないんで、
まあ、作業事後ですね、火ついてからの映像しかちょっと見せられませんけど、まあ、こういった細かいあのやつとか集めて、こういった細いやつとかですね、を集めて、で、あの、ライターで火をつけて、っていう感じにしたいと思います。まあ、位置からでも、何も、ライターとか使わず、もう火はつけられるんですけど、この辺に。はい、火がつきました。まあ、あとこれに、持ってきた網をかけて、まあ、何でもいいんですけど、適当に、こんな感じで、この上で、ちょっと斜め掛けなんで、石を置いて、まあ、この上で、鶏ももを焼いて、鶏ももとウインナーとウーロン茶を買ってきたんで、鶏ももと買ってきたんで、それ食べながら、まあ、焼きながら食べながらっていう感じで、日焼けがてら、ゆっくりしたいと思います。これですね。ザン。よいしょ。ちょっと遠赤外線で焼いていきましょう。一応調味料は塩と胡椒とあと一味とかあるんですけど、こんな感じでだいぶいい感じに焼けてきました。あんまりこういうのはなんか中に火が、入らなかったりするんで、まあ、しっかり焼いていきたいんですけど、特別でもないっすね、あれは。秘訣的なものは、ただ焼くだけっていう。この煙で、調味料は、一応これですね、塩と、まあって感じです。ちょっとさっき川で泳いできたんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいですね。今日はもう本当雲もそんなになくって、本当に夏って感じなんで、ちょうどいいですね。川入って、あれして。本当は魚取りとかもしたかったんですけど、いろいろ免許買ったりしなきゃいけないんで、今回はなしって、ちょっとまだ購入してなかったんで、今回はなしって言うんです。ちなみにこっちはこうなってます。はい、だいぶいい感じに焼けてきました。ちょっと一つ食べてみましょう。うん。うん。うまい。いいですね。ちょうどスモークフレーバーっていうか、煙のいぶされてちょうどいい風味になってますね。うまい。
かビールが飲みたいところですけど、ちょっと今回は泊まる予定がないので、またやりたいですね。そしたらまた、はい、平らげました。あとはまあ適当にこうやってウィンナー焼いて食べるだけですね。もうそろそろ帰ります。今度は泊まりでもいいですね。これすごくいい場所なんで、いい場所だし、逃げようと思えば何かあってすぐ逃げられる場所なんで、かといってそんなにガチャガチャもしてなくていいんですね。すごくいい場所で、今年はまだ7月後半なんで、まだ夏あとね、2ヶ月ぐらいはあると思うんで、ここを拠点に、別に何もしないんですけど、ここを拠点に今、ぐだぐだやりたいかなと、今年の夏はそれで過ごそうかなと。持ってます。めちゃくちゃ気持ちいいですね。めちゃくちゃ気持ちいいし、人だとも、離れてはないんですけど、そんなにでも人は入ってこないと思うんで、ただ近くで工事してるんでものすごい音ですよね。あ、栗だ。取れてた。